フードロス削減、庄司優子です。まるごとシリーズのまるごといちご半額になっとった。すごいラッキー。それでは消費していこうと思います。私がね、買わんでもね、置いとったら多分すぐ売れるよね。これ本当に美味しいよね。丸ごとバナナも美味しいけど、いちご、すっごい嬉しい。いただきます。こういうのちょっと流行ってるもんね。おいしい。ふんわりとしたオムレット生地にいちごの甘酸っぱさと食感が加わって最高に美味しいです。すごい高級感。いちごいいね。それではただただ食べます。半額だと罪悪感なく買えちゃう。通常よりちょっと小さめないちごが3つ入ってる。味はね、かなり濃い感じです。あと6個ずっと美味しい。1個 160g ぐらいあったので10個だから 1.6kg です。余裕。
最後の一個です。チーズケーキ半額でした。引き続きフードロス削減小十個です。これもね半額やったよ。食べようや。4種のチーズケーキアソート、チーズタルト、クランブルレアチーズ、ベイクドチーズケーキ、ベリーレアチーズ、温めましていただきます。丸ごといちごでちょっと準備運動したぐらいですから。チーズタルト、クランブルレアチーズ、ベイクドチーズ、ベリーレアチーズ、4種類のチーズケーキアソートですね。奥深いチーズの味わいです。食感はかなりしっとり、味わいは濃厚です。でも後味はすっきりで、コク深い味わいです。溶けますね。まろやかでマイルドなクリーミーな味わいです。これは結構あっさりした感じです。美味しい。全然違うんだ。なんか馴染み深い美味しさ。きめが細かくてしっとり食感です。すっきりしたチーズの味わいを感じます。爽やか、すっきりとしたレアチーズの味わいです。ベリーの酸味が程よくてすごく合います。美味しい。これ下がねスポンジ生地になってるのがいいですね。それではどんどん食べていきます。通常の価格でも税抜き400円ってことでしょ。ってことは1個100円ってことだから、もともともコスパいいよね。それがまた半額、ありがたい。チーズ好きにはたまらんアソートやね。
最後一個ずつ。ね、これはね 30% オフやったのね。フードロス削減、お付き合いください。1個だけかぼちゃ味、プッチンできた。滑らか、おいしい。すっきりとした優しい甘さです。食感もつるんっていう感じで、後味本当にすっきりです。カラメルがね、いい苦味でちょうどいいです。おいしい。しっかりかぼちゃの味わいですね。ホクホク感がすごい。後味はやっぱりすっきりで、食感もかなり滑らか。おいしい。自然な甘さ。12個ね。改めましていただきます。何べんもいただきますしよ。ごちそうさまでした。今回は 50% オフの丸ごといちごと、 50% オフのチーズケーキアソートと、 30% オフのカスタードプリン各種、大変おいしくいただきました。皆さんもぜひフードロス削減体験してみてはいかがでしょうか。今回もご視聴ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。翔十五でした。いろいろあったね。まあ、いろいろある時もあるんですよ、あんな風にね。ただ動画で分けるか分けないかで、今日はもう全部一緒にさせていただきました。ちょっと動画がね、長くなると思うんですが、すいません。これが間に合えば、今年最後の動画になります。今年も1年間、ご視聴、ご感想、コメント、大変ありがとうございます。そして来年からもよろしくお願いいたします。